明日にも政府に要請される東京都の緊急事態宣言。町のスーパーでは巣ごもりに備えたためでしょうか、ある野菜に人気が集まっています。東京都の緊急事態宣言要請を前に、こちらのスーパーでは人参やジャガイモといった保存の効く野菜の売り上げが伸びているといいます。練馬区にあるこちらのスーパー、今保存が効く野菜の需要が高まり、1日に何度も補充しているといいます。ジャガイモなんかも平年に比べると2倍近いんですよ。もう値段が上がっているのに売れているという状況ですね。先週と比べますと、私の感覚で言いますと大体2割ぐらいは売れ行きが伸びていると思いますね。他にもカップ麺や袋ラーメンを棚に並べるとすぐに売れていて、品薄にならないよう在庫を確保しているということです。買い物を終えた客を見てみると、外出しなくてもいいよう普段より多く物を買う客が増えているようです。緊急事態宣言を発令するのでね、今日はまとめ買いに来ました。人混みにあまり行きたくないんで、来るんならいっぺんに買ってですね、ちょいちょい買い物行かないようにしてんです。茹でて冷蔵庫に入れて保存するんです。お肉結構買いましたよ。ひき肉だけで4パック出ないで済むという安心感ですかね。それに尽きる感じですね。売り上げが伸びている一方で、このスーパーは緊急事態宣言を見据えて毎週行っていた特売を取りやめることにしました。お客さんにサービスとして提供していきたいという思いが本当にあったんですよ。しばらくはちょっと中止しようと、真摯に受け止めて、それに右ならないでちゃんとやったというのが、やっていこうという思いがあるのは確かですね。